何だ挟まく動作不動産、不動産やねんよ、うん、不動産行ってみたいと思います。でも写真撮らさせていただきます。あらま、あすごい、かっちゃんちょっとおいで、これはこれで不気味だな、この暗い中に。超不気味やな。着いた。まだあるぞ。上には上がある。歓迎されるのね、俺たち。なんの音？あ、鳥だ。ちょ、鳥、下置いておる。見て。あれ、何個おる？ガだ。ガか。モスラ。花粉と Wi-Fi とレーコンがいっぱい飛んどるすげえな、空気中ごった返しとるやん。 あでもなんか思った以上に明るさあるね、ここは。うん、あるんだよな。ライトいらんかも。ちゃんとすごいね、ろうそくついとるもん。あ、ほんとだ、ついとるやん。火事になんないの？は、さては電球でろうそくがついてるように見えるやつ。あ、そうかな。うん、やっぱりあれだな、季節限定かな、ろうそくがついてるのは。桜、撮りました。わあ、めっちゃ綺麗、絶景。すごい満開に綺麗になってんね。ね、心霊動画っぽくなくない？うん、心霊スポット来て桜綺麗ってさ、うん、なんか黙っとる映像になっとるやん。そうやな、喋らないかん、喋らない。なんか言ってよ。違う、あの要はこっからなのよ。電気が邪魔。電気が邪魔。すげえ、電気があるもんで、シャッターがわかんねえ。歓迎されとらんな。お昼の段階で、はい、あの要はあなたここはなんかお楽しみにしとくって言って入らんかったやん。入らんかった。こっからなんですよ。忘れてました。うん、まったりどっぷりと。だから、うん、こっからは先行って、は、どうせ先行っても、こっちも取っとく？俺たちバチ当たりなのかな？いや、バチ当たりだろ。嘘。ただのお墓ならまだしも、こんななんていうの、赤ちゃんのさ、祀るところ、祀る、供養するところにまでさ、うん、夜中12時前にさ来るって。それも12時ってマジやべえよな。賽銭箱、賽銭箱。またお財布持ってきてねえんだろう。あるよ。なんだよ。失礼します。お、びっくりした。赤ちゃん。あ、本当だ。足元に。いたたまれねえよ、こんなん見たら。急にヒヤッとしてきたね。水場が近いかな。かな。さあ、まあここがまあほぼ最終か。うん、最終っぽいですな。申し訳ございません。はい、今日はここ初めてなんですよね。あ、でもなんか来てないですよね。あ、そうだね。うん。じゃあここから行く。今夜。うん。多分。はい。赤ちゃんの鳴き声が聞こえるな。多分この。旗のせいじゃねえの。失礼します。鹿と言い旗と言い、俺ら正体バンバン見破っとるけど大丈夫か。大丈夫やろ。でも水子の霊が出るとは言うが、水子が霊になったらパッとそうじゃない。うん、
あ、撤退する？撤退って言い方もあるだな。あれ入んのかい。よいしょ。おう。ピントがずれる。よしよし。ここから足踏み入れるね、あんた。一人で即撤退かましよったと。はぁ、まあ、行けるとこ。ポルターガイスト来たで。え？どうしたの？あなたがさ、あの、うん、もうなんていうの、行くのやめたって、行かのやめたっつってさ、うん、あれ、あの、もうさっさと帰りよったからさ、うん、あ、一人で帰りよったでみたいなことを言ってさ、うん、進もうとした、一歩なんていうの、足進もうとしたらさ、うん、なんか石と石が擦れるようなゴリゴリゴリって音がさ、やっぱしいや、これ以上足踏めれんと思ったの、これ。あのギギギギって言うと、ガリガリってか、うん、なんかそんな音、うん、したな、その、あれ何の音。だから俺逃げたもん。虫が多い。なんか嫌だと思ったの、ね、あそこから足踏みたくない。それでそこで帰ってきてやった。あーいねー、もう本当に。ね、朝も不動産。不動産ね、不動産。なんで不動産って俺。ちょくちょく家を建てたがるな、あんたは。そんなに自分の店建てたいか。欲しい。店欲しい。おぎゃー聞こえた。わーんっていう音して、ね、ナイトロ声来てね、うん、これギーギーの音じゃない。うん、こっち側から聞こえたよね、なんか。こっち側からなんか、これこのトンネルの下かなと思ったよ。うん、今の大人、うん、そろそろ警戒されてる感じ。いい加減俺体持たんでな。さっきから鳴り出したね、急に。ちょっと奥に入りすぎて刺激しすぎたかな、かな。怖い怖い。いや今カメラがね、もうちょっとマイクがいいといいんですけど。入ってるやろ今ぐらいの音なら。ギーっていう音じゃない音が聞こえたんですよ。あの旗の擦れる音じゃなく、これは明らかにもう完全うわーっていう声が。それもなんだろう、気になるな。思った以上にさ、なんか足をビクって止めたくなるような音がさ連発するんだけど、奥行くとなあ。さっきのギギギっていうあの石が下で音は何やったんやろな。ね、なんかあのお蕎麦作るときにさ、石臼みたいにぐるぐる回したりするやん、うん、あんな感じの石が擦れるような音っていうのかな。なんかガリガリガリってなんか二つの石を擦り合わせてるような、そんな音がしてん。その後からラッポンが聞こえるやもんな。わお、あからさまに奥にヤバい脳裏やん。またわくにゃんあーっていう音が、声が水の音じゃねえか。まあいいや。はい。お腹が痛い。疲れた。疲れたって。そう。疲れてはいいんだけど。疲れてはいいね。ただなんか精神すり減った。あっちで俺結構へこんでるんだから。暗いな。そして道が。じゃあなんか電気つけたるわ。俺の足元照らされないんだよな。え、前見てある。バンって言ったやろ。眩しい。そんな音じゃない。まあいいや。力がないねんだよな。別に坂道行かんくても階段でもいいねんで。いや、俺こっち。
これすげえな。ね。さあ、喋ること考えてないのかよ。風間不動尊。風間不動尊。いやでもなんかダメだな、これ一人で来れないな、俺怖いわ。暗い暗い。ねえねえ、うん、見えた？うん、何も、何が？ほら。どれ？ここを見ろよ。いい？うん、どの辺、この辺？いっぱい、そこの辺。あ、映ったオーブ。だろ。あのさ、後で俺編集で嫌ってこと見なきゃいけないんだからさ。だけどこれ絶対の目映らんと薄いじゃん。オーブたくさん。ムイ君の横、うん、あの左側に。俺の左側だってこの辺。また撮っとる。ふう。ふう。入って寝る。桜。撮ります。なんで桜の横にオーブを。やめろ。今バリクソ映らなかった。俺の車やばくない？囲まれてたよね、思いっきり。俺の車やばいじゃない。どうすんの。ブー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 ってブー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 やばいな。またパクパクパクって。車がピンチなう。電気つけてそのままで変わった。うん。電気してみて。俺の車ブー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 って言われる。収録やった？しよう。全部座席にあったぞ。あのいつものとこに。自分の車じゃ。はい、一応ネオどうだろう。2か所なんだよ。正直な話エグかった今回。全然なんかあそこに比べると俺やべえぞ。もう感覚負けしとる俺。まあ一か所目が強すぎたパターンか。うん、ちょっと強すぎたな。悪が強いな。まあ一か所目の動画は多分クソ動画として上がってるから。